はい、千祝78回目ということで、はい、9月が終わります。はえマジ、はい、待ってマジ、え、終わる、終わるよ、25日なんで次の週にはもう10月ですね。うわー、うわー、もうじゃあ今年も終わりに、ね、そうだね、なんか、あのいつだったか、あと10何回来た、うん、日曜が来たらクリスマスみたいな、あー、ね、こと聞いて、すごい、マジそうですかって思う、それ興味ない、クリスマスかって思ったな、うん、もう夏服をしまわないといけないんだ。そうよ、冬服にだんだん移行していかないと、めんどくさそうなんよな、それがめんどくさいんよな、うん、衣替えの季節だね。あ、でもね、うん、引っ越しするときに断捨離しまくった、うん、あ、そうなんだ、そう、服を、うん、めっちゃ断捨離しまくって、うん、なんか冬服も常時出せるくらいクローゼット空いたから、うん、うわ、そう、羨ましい、常時出しております。じゃあもうどっちもあるんだ、どっちもありますクローゼット結構重要視する派なの？重要視するかも、だって服結構あるしさ、うん、あ、そうなんだね、あるよ、なんかやっぱりそんなにこうさ、うん、興味がなさそうなんかいつも話を聞いてるとね、うんうんうん、こうなんかオタク趣味によりお金を使ってるイメージだから、はいはいはい、うん、意外だった、うん、そうなんだね、オタク趣味なんだけど、うん、あのアプリの課金とかめっちゃするんだけど、うん、グッズとかあんま買わないわけね、うんうんうん、なんで常時グッズを買いまくってる人よりかは、うん、服の方にお金使ってるかも。あ、そうです、そう、でも課金の額やばいいや、この前服屋さん行ってね、でも、うん、可愛いのいっぱい買って、これとこれとこれとこれくださいって言ったら、え、これ全部ですか、お金持ちですねって言われてやばやってみてそう、あ、そうですかすごい、じゃあもう、うん、選んだりしないってことは、もうこれって思ったら全部いくみたいな、うん、いや、選んで、うん、着て気に入ったものを全部買う。うわー、来ました皆さん。やだわやだわ。田所さんもいつかやってみてほしいですね。本当にいつかね。はい。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。